ジョン・ワレン・ハナはアメリカ合衆国ジョージア州カントン出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL 史上最高のオフェンシブラインマンの一人として知られており、1991年にプロフットボール伝道入りを果たしている。ニックネームはホグ。1951年ジョージア州カントンで生まれた。父親のハーバート・ハナはアラバマ大学のオフェンシブラインマンで、 ジョンが生まれた1951年にニューヨークジャイアンツでプレーした。アラバマ州アルベールビルで育った彼はテネシー州チャタヌーガのベーラー高校へ進学、アメリカンフットボール、レスリング、陸上競技を行い1967年の全米選手権で優勝したが、高校3年時アルベールビル高校に移り1969年に卒業した。 アラバマ大学に進学した、彼は1971年、1972年、オールアメリカに選ばれる活躍を見せて、名称ベア、ブライアントヘッドコーチの下、シュガーボールを制覇しチームの全米1位獲得に貢献した。また陸上競技、レスリングも行った。彼の名前は、大学の20世紀。 オールチーム及び1970年代、オールディケードチームに選ばれている。陸上競技では砲丸投げ、円盤投げを行った。1999年にカレッジフットボール伝導入りを果たした。彼の在籍した3年間でチームは27勝8敗1分の成績を残し、彼は1933年から1982年までの50年間の サウスイースタンカンファレンスオールチームにも選ばれた。ベア・ブライアントは後に自分が見た中で最高のオフェンシブラインマンだったと評価している。1973年の NFL ドラフトの一巡目、全体4位でニューイングランドペートリオッツに指名されて入団した彼は1年目から先発選手として出場、最終週の試合は足の骨折で欠場した。大学時代には ウィッシュ防ン体系での起用が多かったが、プロ入り後すぐにパスプロテクション、プルアウトなどのプレーを覚えた。プロポールに9回、オールプロに10回選ばれた屈指のオフェンシブラインマン。1978年から1981年まで4年連続で NFL 選手会が選ぶ最優秀オフェンシブラインマンとなった。 ガードの彼とタックルのレオン・グレーのコンビは1970年代半ばから終わりにかけて NFL で最も優れたオフェンスラインコンビとして知られた。1974年12月15日のマイアミドルフィンズ戦でファンブルリカバータッチダウンを挙げた。1977年契約交渉が長引いてホールドアウトしたことによる開幕からの3試合に欠場した。 1978年には、当時の NFL 記録となるチームのシーズンラッシング、獲得3165ヤードの記録達成に大きく貢献した。1978年に彼とグレー、タイトエンドのラス・フランシスによるペートリオッツの、左サイドは強力なものとなりチームは、乱攻撃で3156ヤードを獲得する NFL 記録を達成、11勝5敗で、 AFC 地区優勝を果たしたが、彼も大きく貢献した。1981年1月3日のスポーツイラストレーテッドでは、ザベストオフェンシブラインマンオブオールタイムとして表紙を飾った。1985年シーズン第20回スーパーボールでチームがシカゴベアーズに敗れた後、現役を引退した。彼が在籍した13シーズンでチームは7シーズンに勝ち越しし、 負け越しは3シーズンであった。彼の背番号73は、ベートリオッツの永久欠番となった。1991年にプロフットボール伝導入りを果たした。また1994年には、NFL75 周年オールタイムチームに選ばれている。1999年にスポーティングニュースにより100人の偉大なフットボール選手の20位に選ばれたがこれは、ベートリオッツの選手。 ガードとしては最高のもので、オフェンシブラインマンとしても、アンソニー・モニオスに次ぐ2番目にランクされた。現役引退後、マサチューセッツ州にあるアカデミーのアシスタントコーチを経て、2004年に、同州サマービルの高校のヘッドコーチに就任したが、全敗に終わった。2005年に、母校のベーラー高校のスペシャルアシスタントコーチに就任したが、シーズン終了後辞任している。 2006年にスポーツイラストレーテッドにより、アラバマクリムゾンタイドオールチームに選ばれている。彼の弟のチャーリー・ハナ、デビッドもアラバマ大学に進学し、オールカンファレンスのラインマンとなった。チャーリーは1977年から1988年まで、タンパベバッカニャーズ、ロサンゼルス・レーダースでプレーし、第18回スーパーボール優勝を味わっている。 NFL のオフェンシブラインマンとしてはやや背が低いと見られていたもののスピードや敏捷性、力強さを発揮、パスプロテクション、ランブロック、スイープでのリードブロッカーとして活躍した。また激しいコンタクトを行うポジションながら13、シーズンの191試合で怪我による欠場は5試合のみであった。ありがとうございます。